こんにちは、南部です。今日は美味しいサーモンの銀光料理をいただくため群馬県太田市にある新田路庄神座天祭にやってきました。このお店は豪壮な武家の館をアレンジしたもので、家族や友人との食事、お祝いや法要など地域の方に幅広く利用されています。今日は銀光を堪能するぞ。銀光の漬け丼、お寿司、お造りにフライ、どれも魅力的だ。このお店はお切り込みも有名だからこれも言っておこう。すいません、銀光のお造りと銀光フライと甘め醤油切り込みをください。失礼いたします。こちらが銀光のフライでございます。こちらが銀光のお作りでございます。群馬のサーモン、銀光の登場だ。お鍋の醤油を切り込みでございます。お切り込みもいい感じ。銀光の特徴を味わうにはまずはお刺身でしょう。普段食べるサーモンとちょっと違う味。さっぱりしてて生臭くない。身の締まりもいい。群馬県職員で構成する G アナライザー &PR チームの皆さんが銀光の成分を分析しました。銀光は魚特有の刺激臭や不快な匂いがないという結果が出ました。なので魚嫌いの方にもおすすめです。また甘い香りやきゅうり、メロンのようなフルーティーな香りも検出されていますね。よーし、次はフライだ。サクサク、ホクホクのフライもいい。火を通してもいける。続いてお切り込み、直接いっちゃえ。幅広い麺が食べ応えがあっていい。温まる。今日雪降ってるしまだいけるぞ。はい、追加で銀光の手まり寿司お願いします。はい、かしこまりました。お召し上げになれますか？はい、美味しいんでまだまだ食べられそうです。ありがとうございます。銀光の手まり寿司をお持ちいたしました。酢飯との相性も抜群。脂っこくなくてとってもヘルシー。これはサーモンの概念を変える。 G アナライズ &PR チームでは脂質の含有量も分析していて、このグラフを見ると他のサーモンに比べ低脂質なんですね。さらなる発見もありました。銀光は脂質含有量が低いのに脂質を構成する脂肪酸である DHA の割合が高い。これは驚きですよね。つまり銀光って低脂質、低カロリーのまま
健康成分である DHA を多く摂取できるお魚なんですね。これは食べるほどに体が健康になっていくみたい。家族にも食べさせたいな。すいません。はい、金光の握り寿司ってテイクアウトできますか？はい、できます。何人前ですか？一人前お願いします。かしこまりました。ごちそうさまでした。銀光ってさっぱりヘルシー、魚が苦手な方にもおすすめです。最後に先ほど説明した銀光の成分分析の結果などをまとめたリポートは群馬県ホームページからご覧になれます。興味深いデータをぜひご覧になってみてくださいね。それではまた。